しかしてここに私はジョイスティックを使って移動するくらいのことは館長だってわかるよね。データによるとあっちの光ってる場所を探索するべきだよ。出たわ、これが最初の手。これはバルキリー、あとこれがターゲット攻撃ボタン。敵の HP はこっちだよ。はっ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 。絶対メイ先輩に近づく。班長、敵が攻撃してくると、おとなしくアイちゃんに。体力に分け、カウルタイム中で使うと普通の怪人になってしまうよ。ふっはっやっふっ。治療の代わりにメイ先輩の愛が欲しい。絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。アイちゃんの精密計算のおかげで範囲攻撃だって回避できるんだよ。はっふっはっはっふっ。こんな簡単なクエストのために乗り出さないでよ。さて、ミッションを見てみよう。したね。早速任務報酬は、データによると今手に入れたのは聖痕というものだね。聖痕はかつて崩壊と戦った英霊たちが残った。だから聖痕の装備方法を必ずよーく覚えてよね。聖痕はバルキ、強くなり続けるのが。何もたもたしてるの。さすが、アイちゃんほど強くはない。早速聖痕の力を見に行きましょう。状況、目標の戦艦に到着。真面目に聞きなさい。環境了解。ゾンビと崩壊。オッケー。美少女味のラーメンを食べたい。本気で私に勝てる。艦長、これは特別にアイちゃんが崩壊に。今よ、今こそアイちゃんの指導の成果を見せる時よ。はっ、本気で私に勝てると思ってるの？ふっふっはっはっふっはっふっふっはっふっはっふっふっはっはっふっはっふっふっはっふっふっはっふっはっはっ。ショータイム始まった。はっふっふっ。ボロボロなやつ、我の前に立ちふさがる愚か者め。粉砕、注意して。これが敵のシールド地だよ。シールドが存在する間は敵に攻撃が通らなくなるよ。シールド地がなくなったよ、今だ。当然だよね。何？不満なの？
長がここまでやれるとは。努力したね。これで愛ちゃんは艦長を全面的に認めるよ。データによるとこういう時愛ちゃんは強いからプレゼントも豪華だよ。あれ、なんでかけらになっちゃったの。折ったらかけらになるなんて。だから愛ちゃんのプレゼント、本当に。とにかく愛ちゃんの言う通りにしてみて。キアナ、行きます。愛ちゃんには艦長の小さな、もちろん直接士官長、まずは強化から始め、愛ちゃんからのプレゼントは、さっきのかけらは一種、こういうかけらが艦長の拳銃を強化するのよ。小さい拳銃もだいぶ強力になったわね。艦長、感動しすぎて泣いたりしてない？まあ、これが愛ちゃんの偉大さってやつね。やっほー。キアナ、何も異常はなく、何が言うし、ほんだ、よし、あんたに正直、はい、少佐。絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。ふっはっふっふっふっはっはっふっふっ、なめるなよ。ふっはっはっふっ、ロックと&ローデット。何このボロボロなやつ。ふっはっ、私を怒らせる猫ちゃん。はっ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 、なにこのボロボロなやつ。なにこのボロボロなやつ。なにこのボロボロなやつ。ふっは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 っ、こ
攻撃ボタンを長押し。これは分布攻撃って言って、うまく使いこなせるとバルキリーが全戦全勝になる。くれぐれも忘れないようにね。ふっはっはっふっはっふっふっはっふっ。何このボロボロなやつ。何このボロボロなやつ。本気で私に勝てると思ってるの？ふっ、猫ちゃん！ふっ、はっ！ふっ、はっ！ふっ！ふっ、はっ！何？このボロボロなやつ。ふっ、はっ！ふっ、はっ！ふっ、はっ！何？このボロボロなやつ。われ！わかったわかった。ふっ、はっ！当然だよね。何？不満なの？